があります。意味のない質問だよ。黒岩君の持ち時間の範囲内でこれを許します。誰が言ったの？意味のない質問。誰が言った？今意味のない質問だよって言ったんですよ。ちょっとご静粛に。立憲民主党の辻元議員の質問が終わった直後、安倍総理が言い放った一言に野党側は国会軽視だと猛抗議しました。委員長、驚きました。行政府の閣僚席からですね、意味のない質問だ、こういう味が飛ぶなんていうのはですね、前代未聞ですよ。これ与党の皆さんも国会そのものは馬鹿にされてるんですよ。これやるんだったらちゃんと質問時間の中で思うこと言えばいいじゃないですか。後ろ向いて今質疑者が変えようとしている追い打ちをかけるようにあんなこと言うなんて言ったら言語道断。私は本当に安倍内閣でたらめだと思いますよ。行政私物たまがいのことはいっぱい発生するし、そしてそのことを指摘すれば公文書を廃棄するし、隠蔽するし、改ざんするし、捏造するし、国会で質問すればまともに答弁しない。ご飯論法だ。逃げて歩く。そして閣僚に至って本当に閣僚の資質があるのかどうかわからない人がくだ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 答弁して終わってるじゃないですか。こんなのデタラメだ。私はそう思う。今日は時間がもう限られているので、このデタラメのすべては言い尽くすことはできませんけれども、その一端について少しお話をさせていただきたいと思います。それと委員長の仕切り相当に問題があると私は思う。そこも改めていただきたい。まず今の点については母国理事会で理事の申し出があれば協議いたします。それは理事の皆さんにお任せしますので、じゃあ私の話に入りたいと思います。